じゃあ重点的にしてほしい箇所が首と肩ということで、はい、デスクワークさんだったりデスクワークでもごちごち結構爽快感があるので夏とかすごいいいですね。そうですね、本当におすすめです。これからもう夏本番ですからね、うん、結構側頭筋もカチカチで目がすごい疲れてるのかなってなレベル1です。失礼します、うん。いかがですかね。大丈夫です。大丈夫そうですか。はい。一応ここの上の眉頭に三竹ってツボがあって、結構眼精疲労とか、ございます。子役の名前からしてよろしいですか。中尾アリさん、お待ちしておりました。お願いします。お願いいたします。ただお履き物こちらで脱いでいただいて、こちらのスリッパお履き替えお願いいたします。はい、お席でカウンセリングいたしますのでご案内いたします。はい、ではこちらのお席になります。お荷物ぜひこちらお使いいただけたらと思います。どうぞおかけください。改めましてご来店いただきありがとうございます。本日担当いたします浜中と申します。よろしくお願いいたします。はい、では当店裏店ですね、ご利用初めての方に簡単にカウンセリングシートをご記入いただいております。はい、当てはまるところにチェックいただいて、わからないとこそのままで大丈夫ですので、はい、最後承諾事項を読みの上お名前とお電話番号をお願いいたします。はい、後ほどお伺いいたしますので、はい、失礼いたします。ありがとうございます。じゃあカウンセリングさせて、はい、いただきます。でもドライヘッドスパ自体のご利用はもう2回目以上ということで、はい、かしこまりました。もう最後に受けられたのって大体でいいですけど、そうですね、いつぐらいになる？半年前ぐらい。あ、そうなんですね、かしこまりました。結構こういったマッサージとかって普段行かれますか？あんまり行かないですね、たまに。あ、そうなんですね、かしこまりました。半年前受けられた時どうでした？何か、あ、そうですね、うん、なんか顔のむくみが取れたのかな、すごい僕翌日シュッとしててびっくりしました。あ、そうですよね、かしこまりました。
ちょっと久しぶりということで、そうどういう状態か楽しみです。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。いや、力の強さが一応標準ということなんですけど、ちょっとね、まあ、半年前ですけれども、もしかしたらもう、ご存知かとは思うんですけれども、なんかお客様に、でコリとかむくみがひどいと同じ力でも痛く感じたりとか、逆に感じにくいっていう場合がありますので、圧に関してはご了承いただけたらと思いますが、施術、はい、前にしっかり圧の確認するので、その時におっしゃっていただけたらと思います。お願いいたします。あと本日コース70分コースですね。では腕の施術入っていきますが、タオルなしで大丈夫ですかね。はい、はい、ありがとうございます。触ってほしくない箇所が、まあ、頭からこちらすべて触らせていただくんですけど、特に触ってほしくない箇所とか特にはないです。大丈夫ですか。ありがとうございます。特にお怪我とか今筋肉痛とかって特にないです。ないですか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ重点的にしてほしい箇所が首と肩ということで、はい、デスクワークさんだったり、デスクワークでもうごちごち、ああ、そうなんですね、かしこまりました。そうですね、重点的にさせていただきますので、はい、ちなみに目の疲れとかありますか。目の疲れてますね。なんかまぶたが重かったりとか。ああ、そうなんですね、かしこまりました。目の周りもしっかりマッサージさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ一応今回、コースが炭酸スプレーとあと電気バリブラシもさせていただくんですけど、チェンも炭酸スプレーとかってご経験ありますかね。確かあります。確かありました。ありがとうございます。受けられた時どうでした、覚えてらっしゃいますか。どんな感じだったか。すごいシワシワだった。そうですね、かしこまりました。はい、こちら施術の一番最初にさせていただくので、はい、まあ、最初にすることで血行を良くしてくれるっていう効果がありますので、はい、あと髪の毛のよく、まあ、頭皮のトラブルとかだと老けとかかゆみとか、あと潤いもチャージしてくれるような、はい、ものになりますので、はいはい、あとやっぱりこのパチパチ音が結構サウンドも癒されますので、ね、はい、本日もぜひ楽しんでいただけたらと思います。はい、あと電気バリブラシが一応施術の一番最後にさせていただきますので、はい、こちらも後ほど説明させていただきますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ最後承諾事項ですね、改めて確認なんですけど、当店のメニューの表記時間、カウンセリングや会見の時間に10分程度組んでおりますので、今回70分コースのところ60分の施術だと、こちら電気バリブラシ15分足して計75分の施術になりますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、あとはありさ様にゆっくりお休みいただきたいので、携帯ではマナーモードだけご協力お願いいたします。はい、はい、この後長い施術にはなるんですけど、お手洗いとかは大丈夫ですか。大丈夫ですか。かしこまりました。始めさせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。すいません、一応こちらタオルケットになるんですけど、おかけいたしますか。でお願いします。あ、はい、かしこまりました。先にスリッパ脱がせていただきますね。失礼いたします。足元から失礼します。お背中倒してまいりますね。ありささま、すいません。髪の毛引っ張っちゃうといけないので、はい、上に上げさせていただきますね。はい、はい、お皿入れます。
かかってるところとか大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。胸元にタオル置かせていただきますね。失礼します。最初に圧を確認するので、右肩触りますね。はい、失礼します。力加減いかがですか？気持ちいいですか？ありがとうございます。結構ガチガチですね。そうですね。はい。じゃあ続いて頭の圧を確認しますね。はい、力加減いかがですか？これが標準ですか？そうですね。はい。大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい。ありがとうございます。では、最初に炭酸スプレーからさせていただきますね。大丈夫。はい。ちょっとひんやりします。直接かけてきますね。めちゃくちゃスッキリします。あ、そうですよね。結構爽快感があるので夏とかすごいいいですね。そうですね、本当におすすめです。これからもう夏本番ですからね、うん、はい。頭の施術から始めさせていただきますね。はい、お願いします。はい、お願いします。
カチカチさんですね。ここも凝ってますか？はい。普段から考え事とか多いですかね。そうですね。知らず知らずのうちに考えてるのかも。すごく気持ちいいです。はい、よかったね。結構、側頭筋もカチカチで、目がすごい疲れてるのかなって、だと思いますね。なんか頭の中でどこが凝りやすいとかってあるんですか？結構、デスクワークさんだと、パソコンとか、こうにらめっこするじゃないですか、長い時間とか。はい、そうですね。目疲れてる。この今ほぐしてるところがカチカチさんが結構多いですね。あとここほぐしてあげるとあの顔のたるみとかにも、はい、効くので、それは嬉しいです。
続いて手の施術させていただきますね。手の施術を始めてさせていただきます。はい、はい、お願いします。なんか手ってあんまりマッサージしてもらうことがないのですごい新鮮で、そうですよね。結構やっぱり手先は使われるお仕事とかデスクワークさんって本当に多い時代じゃないですか。そうですね。結構こうほぐしてあげると、でも凝るんですか、うん、そうですね。結構やっぱり指先使われてる方が多いので、やっぱりこうやってほぐしてあげるとってこんなに気持ちいいんだなって気持ちいいちょっと実感しますよね。手をほぐしてあげると血の巡りが良くなってくるので、だんだんこうポカポカしてくると思います。いいです、はい。反対側させていただきますね。
手で固定させていただきますね。このあたりなんか効いてる感じがすごい良かったです。結構あのデコルテってリンパが集合してるとこなので、うん、ここほぐしてあげると肩がすごい楽になると思います。やっぱり小顔効果もありますので、
ますね。右と左どっちが凝ってるとかありますか？結構両方同じくらい凝ってますね。本当肩こりがひどすぎてもう10年ぐらい悩まされてる。ああ、そうなんですね。いやー、でもこれはほぐしがいがあります。結構お客さんってデスクワーク疲れみたいな人が多いんですか？うん、そうですね。やっぱり目の疲れとか、デスクワークさんで来られる方も多いですね。うん、あとはちょっと寝つきが悪いとか、っていう声も多いですし、うん、やっぱりそういう面にも効果あるんですか？そうですね。睡眠の改善にもいいですし、結構トライヘッドスパチューニーター15分っていうのが、通常の8時間睡眠に、それすごいですね。そうなんです。匹敵するって言われてるので、結構もう本当にぐっすりされる方は多いですね。確かに、寝ちゃいそうにたまになります。結構うとうとしちゃいますよね。続いてお顔の施術始めさせていただきますね。はい、お顔の施術だけタオルさせていただきますので、はい、ちょタオルに今アロマの香りをかけてるんですけど、はい、アリサ様ちょミントかベルガモットだったらどっちがお好きですか？そうです、ベルガモットでお願いします。ベルガモットですね。はい。
ますね。香り大丈夫そうですか。はい、すごいいい香り。あ、よかったです。はい。ぜひ癒されてくださいね。
タオル外させていただきますね。眩しくなります。頭の施術に入りますね。次、首の施術に入りますね。右からやりますね。首もガチガチですね。本当ですか。はい。
ごい、もう辛そうです。首はなんか普段あんまり意識したことがないんですよね。あ、本当ですか。知らないうちに、疲れが蓄積されてるのかなと思います。なるほど。この後頭部をほぐしてあげると肩とか首とか目の疲れとか解消されるので、そうなんですね、はい、すごいすごい気持ちがよかったね。
耳ほぐしますね。
様お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃ続いて電気バリブラシさせていただきますね。こちらがですね、電気バリブラシになるんですけど、こちら前回もされた経験とか、はい、ありがとうございます。かしこまりました。レベルとかって覚えてらっしゃいますか？覚えてないです。あ、そうですよね。かしこまりました。一応レベルが5段階あるんですよ。はい、で結構5段階っていうと、お客様、怖いって、ね、おっしゃる方多いんですけど、はい。で、手の甲で、レベル確認させていただきますので、はい。まず最初は1からですね。はい。わかりますかね。ちょっとチクチクっていう感じですね。はい。はい、じゃあ2もやってみますか。はい。わかりました。じゃあ2いきますね。失礼します。結構変わりますね。そうですよね。結構まあ女性の方だとレベル1とか。そうですね。あ、が多いですけど、全然お客様によって違うので。そうですよね。結構刺激が強いので、はい、お顔って皮膚薄いじゃないですか。はい、なので一応、こういったローションがあるので、はい、それを顔につけると、刺激が抑えられるので、はい。はい、一回1でやって、ってみます。そうですね。かしこまりました。お化粧とか大丈夫ですか？はい、かしこまりました。ありがとうございます。ちょっと目つぶっててくださいね。失礼します。大丈夫ですかね？すみません。レベル1ですね。失礼しまーす。うん。いかがですかね。大丈夫です。大丈夫そうですか。はい。まあ、こちらが、まあ、低周波になってるんですけど、微弱な運気が流れてるんですけど、まあ、その刺激で、お顔のたるみとか、シワとか、リフトアップ効果に期待ができるって言われてますね。アイザさんは YouTube とかはご覧になられますか、普段？そうですね、たまに。ああ、はい。結構モデルさんとかも、確かに、上げてることあるかもしれない。そうですよね。はい。なんか有名な方だと、なんかリサさんとか。ああ、そうなんですね。そういう人を上げてて。結構なんか私たちは、お客様には大切なご予定の前とかデートの前とかあと何か記念撮影とかなんかそういう、はい、時に結構おすすめしてますね。はい、やっぱり頼まれるのは女性が多いんですか？そうですね、でも割と男性も多いですね。はい、やっぱりなんか美顔器っていうと女性のイメージがそうですね、高いですよね。全然男性の方でもやられる方多いので、はい。もうなんか自分へのご褒美とかでもぜひおすすめですね。はい。だんだん慣れてきますね。あ、そうですよね。はい。お痛み大丈夫ですか？全然大丈夫です。あ、よかったね。だいたい2分半ぐらい経ったので、版画をもう少し左側させていただきますね。
だいたい5分ぐらい経ちましたので、推定頭頂部させていただきますね。一応頭頂部とかにもミストかけられるんですけど、大丈夫そうですかね。そうですよ、でも。大丈夫ですか。一応ちょっとじゃあやってみますね。お痛みありますか？大丈夫です。大丈夫ですか？よかったです。
この後、後頭部と首を最後に流しますので、はい、一旦椅子を上げますね。先に胸元のタオルだけ外させていただきます。背中上げますね。首伸ばしてきますので、下向いていただけたらと思います。首の痛みとか大丈夫ですか？大丈夫です。よかったね。
様でした。最後の方、流しますね。力加減とかいかがでしたか？すぐ気持ち。よかったです。はい。結構、肩と首と頭と、結構ガチガチだったので、すごいね、アイサさんもお疲れなんだなって思いました。でも癒されました。よかったです。はい。なかなかやっぱりこう、癒しの時間とかがないと、リフレッシュも難しいです。そうですね。頭とかって自分じゃやらないんで。そうですよね。結構お客様とかでね、忙しすぎて、もう自分の時間がなくて、癒されに来ましたとか、うん、結構いろんなお客様いらっしゃいますね。うん、特にマッサージとか行かれた時って、揉み返しとかいかがでしたか？あんまり感じたことないです。あ、ないですね。あ、よかったです。はい。でも結構首とかほぐさせていただいたので、万が一、揉み返し出ちゃったら、お家に保冷剤とかありますか？はい。あ、よかったです。タオルとかで包んでいただいて、で、その痛い箇所に、5分とか10分とか、出ていただければ、落ち着くので、はい、念のためお伝えさせて、はい、はい、いただきます。はい。ぜひ、たくさんほぐさせていただいたので、今日はゆっくり休んでいただいて、はい。すごいぐっすり眠れそうな。はい。あと、お水もたくさん飲んでくださいね。はい。はい、はい、お疲れ様でした。はい。お茶様、お疲れ様でした。はい。結構どうでした？力加減とか。すごい気持ちよかったです。あ、よかったです。ありがとうございます。目の疲れが強く感じたので、はい、参考までにちょっとツボをお伝えしていいかなと思いまして、はい、ありがとうございます。はい、一応ここの、ね、眉頭に、はい、三竹ってツボがあって、はい、結構眼精疲労とか、あと近視とか、ありさすもないと思うんですけど、老眼の方とか。に効くツボがありまして、今親指とかでこう目頭のこうくぼみがあると思うんですけど、そこをグーって押していただけると結構目の疲れとかも取れるので、はい、はい、気軽に試してみてくださいませ。ありがとうございました。出口までご注意ください。ありがとうございました。またお待ちいたしております。お願いします。はい、お願いします。気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうございました。施術を受けて、私普段デスクワークで目の疲れとかがひどかったりするんですけど、そのあたりも頭皮からしっかりほぐしていただいて、終わった後なんかすごい目がパッチリ開くようになっていて、びっくりしました。であとは頭だけじゃなくて首、肩、腕、手の先までやっていただいて、終わった後すごい体が温かくなったのを感じて、なんか体全体がすっきりしたように感じました。はい、本当に気持ちよかったです。